皆様大変ご無沙汰しております。初中お見舞い申し上げます。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。動画を撮影するのも大変久しぶりの内容となってしまいました。最近は、仕事の関係もあり、いろいろちょっと余裕を持って、撮影っていうところまではいかなかったんですけども、今日は久しぶりにちょっといろいろお話ししたいこともあり、ゆるくお付き合いくだされば幸いです。じゃあまず、皆様お久しぶりに、お話ししますので、本当に緩く、時間を過ごしていただけたらと思いますので、今回もこちらお茶を用意いたしました。見えますでしょうか。こちらの紅茶です。種類なんですけれども、こちら見えますでしょうか。こちらはディーン&ディルカさんの商品で、こちらはアップルティーを選びました。今1つ150円、1パックですね、1つのティーパックあたり150円だったので、お買い得かなと思って買いました。こちらはルイボスローズ、ローズ的な感じの、フレーバーティーと書いてますね。でこちらは、ベーシックに見ますでしょうか。ディーン&デルカさんのブレンドの紅茶です。こちらは、140円でした。今はお菓子なんですけども、皆様は好きなお菓子で召し上がってくだされば幸いなんですけど、こちらは、最近はちょっとお菓子にちょっとハマっておりまして、バームクーヘンをちょっとなんか食べ比べしたいなみたいな感じで、ちょっと、ケーキ、洋菓子をちょっと、なんか探訪の旅に出たいなみたいな感じで、いろいろ、ただ、新型コロナとかの影響でちょっといろんなところへはちょっと、自粛しないといけないので、もっぱら近くの店舗しかちょっと寄れないんですけども、こちらはタリーズコーヒーさんで、その物販で販売されてたバームクーヘンです。こちらのお菓子は今回どこで購入したかというと、もちろんディーン&デルカさんと、タリスコーヒーさんですけども、最近伊丹空港の中に、こういったカフェの店が、ディーン&デルカさんをはじめ、そのタリスコーヒーさんも、あとちょっと最近新しくコーヒーショップとかがちょっとできてるということで、ちょっと今回この空港のショップをちょっと試してみたいということでちょっと買ってみました。そろそろちょっとこれが溶けそうなので、皆さん乾杯いたしましょうか。
と皆様乾杯。ちょっと若干ずれてますね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとカメラの位置が失礼いたしました。まあこういった感じで最近お菓子をちょっとハマっているということもありつつは、たまにお菓子を作るということもしております。まあ、以前動画でそのケーキ作りの動画を、ケーキ作りというかそのケーキを作りましたみたいな感じの動画で出したと思うんですけども、まあ作るのも作るよりかは食べる方が好きですけどね。よろしくゆるりとお付き合いくださいませ。さて、今回久しぶりのトークなのでちょっといろいろお話ししたいこともあり、ちょっとご紹介したいと思います。先ほどお菓子のご紹介をしたんですけれども、いろいろちょっと面白い商品を続々と見つける2020年なので、それをちょっとご紹介したいと思います。その前に、以前動画で年末動画でこちら飛行機のグッズでをご紹介をしたと思うんですけれども、最近ようやっと第2バージョンを見つけました。こちらなんですけれども、プラモデルじゃなかったんかいっていう話なんですけども、思わず可愛くてちょっと購入しました。で、そしてやっと日本航空さんバージョンの飛行機をグッズを選びました。こんな感じで、こちらの面白いところはここの尾翼の後ろにこれ星がついてるんですけども、多分星ですよね、間違ってたらすいません。これも星があるんですけども、これを引っ張ることができて、でしかも離すと、画面側にちょっとはみ出してしまいました。もう一回ちょっとしましょうか。この辺りにちょっと動いてみましょう。もう一回引っ張って、見えましたでしょうか。こんな感じで手動ですけども自分で動くというそういう面白い、さっきのチャームですよね。ちょっとキーボードがついてるので。500円ほどだったので、そのフォルムの形とデザインと、あと、こういう面白さで選びました。この品は前までよく使われますけども、見えますでしょうか。同じくその空港の中でこういった文房具ツールとかも結構便利そうかなと思ってちょっと購入しました。飛行機がお好きな方とかだったらこういう感じの
見ますでしょうか。こういうあの滑走路みたいな感じの付箋がすごく珍しいなと思って買いました。まあバックコーナーでちょっと見つけた面白い商品についての紹介でした。で、まあ2020年の面白いものを見つけたその購入品とかもあるんですけど、あ、そういえば先ほどからちょっとこちらの画面で出てるんですけれども、こちらはショップで、木枠の箱とで、まあ、その木の受け皿みたいな、こういう木製トレイみたいなものをちょっと探したり、でこれ実は柱じゃなくて本来はアルファベットの I っていう、まあ、モチーフなんですけども、ちょっとちょうどいいこう柱がなくって、でたまたまこのアルファベットのモチーフが柱にできるなと思って次を使いました。まあ、ただ結構まあこの家の家っていうかハウスっていうセカンドミニチュアハウスっていうことで、ちょっと今建築中のところちょっとだいぶこれでもおそれ入れてきてるので、もう完成に近いと思うんですけども、こちらはですね、ミニチュア その数々が、まあ、もちろんこちらはその100円均一で購入した、まあ、こういう感じの、まあ、増加だったり、こちらはちょっと見たいのが、その方は100円均一じゃなくて、まあ、いただき物なんですけども、まあ、友人からその、まあ、ピアノのようなそういうグッズもあったりとかするんですけども、他は実はガチャガチャで、ガチャガチャっていうのは最近のガシャっていうんですかね、ガチャっていうんですかね、そのガチャでこういうラジカセ、これはあれですね、レトロガチャっていうのがあって、この難しいのに今黒が出たんですけども、赤色のものだったりとかって思いました。で何気に最近のガチャもなんかすごいあって、これ見ますか、こんな感じになっていて、で開けるとカセットも出てくるようになっています。まあ、曲はかけられないのはまあしょうがないんですけども、まあ、こういったボタンとかもなんか、まあ 押したり引いたりはできないんですけども、で後ろにこういうアンテナもついていて、あ、取れてしまいましたね、失礼いたしました。こういうアンテナもついてました。まあ、よりすごく昭和感漂うラジカセだったらと思わず行きました。で、まあ、あとガチャガチャなんですね、こういうシリーズもご紹介しましょうか。こういう、じゃあですね、確か、シルバニアファミリーでしたかな。
カメラの尺上ちょっと長くなってしまったんで、ちょっと続きは処理ます。まあ、先ほどが購入品の紹介でした。で、次に、その今度は作ったものをご紹介したいと思います。こちらは、ヘアバンドを作りました。こちら側の編み方は、ちょうどこちらも、今つけてるし、ハンドウォーマーなんですけども、ハッピーリッティングママさんの作家さんの動画を拝見させていただきながら作ったヘアバンドです。まあ、だいぶ使い込んでるので、ちょっと色合わせ感がバリバリあるんですけども、まあ、こういったヘアバンドです。でもう一つ、こちらもハッピーリッティングママさん拝見しながら、久しぶりにちょっとこういったシュシュを作ってみました。まあ、ひまわりカラーですごく、ビタミンカラーが、ちょっと茶色と、よく見る茶色と結構薄い茶、薄い黄色と、まあ、濃いめの黄色で。で、まあ、これが一番最近作った作品なんですけど、作品といえば、まあ、自分の私物なんですけども、こちらです。まあ、手袋ですね。まあ、普通にも本当にも私物用で作ったその手袋というか、そのアームカバーだけど、まあ、ちょっと全部指付きみたいな感じの、まあ、ちょっとまあ厚手なので、夏場にはちょっと暑いかなとは思うんですけども、まあ、糸はその UV 対応の糸で作っています。こちらの作り方は、ミータングさん、ハンドメイド作家さんの、まあ、ミータングさんの、動画から、まあ、手袋の編み方をちょっと、まあ、自分なりにアレンジして、こういうその日よけアームカバーをちょっと作りたくて、ちょっと作ってみました。まあ、ちょっとこういうオーガンジーリボンをちょっと巻いてみて。まあ、この手袋を作ったその経緯なんですけども、まあ、今回その新型インフルエンザの流行で、まあ、本当にもう手に触れる機会が多い最近で、まあ、海外ではすでに暑くてもこういう指が最後まである感じのアームカバーをつけてらっしゃる女性の方が多いそうです。まあ、お出かけ用にどうかなと思ってちょっと作ってみました。まあ、以上がその作った作品というか私物のご紹介でした。さて、まあ、久しぶりにそのアニメ的なお話をさせていただきたいなと思います。まあ、またまたちょっと購入品紹介みたいになるんですけども、最近っていうか、まあ、最近買い足した本っていうのがあって、本っていうか本当にもうコミックでこれはちょっといろんな作家さんが集合されて、まあ、読み切りの漫画で、まあ、これは結構コンビニとかでも一人飯みたいな感じのですね、なんかテーマでなんかこういう漫画の単行本とか
まあ、こちらの本なんですけれども、まああの、まあ、駐車券の関係上ちょっと全部お見せできないんですけれども、でこちらは作家の先生が書かれた まあコミックですけれども、まあノンフィクションの、あのお話、ご自身のをもとにあの制作されたコミックです。まあ、すごく本当に面白くって、もうなんか結構移動中でも、まあ、ちょっとあのたまに見てみたりしてみたんですけども、すごく本当になんか思わずちょっと笑ってしまいそうな感じの一冊を見つけたので買ってみました。で、まあ、ちょっとまあその2020年初になると思うんですけども、まあ、もうすぐ、まあ、今年も時期的には開催中止となってしまったんですけれども、こちら「コミックマーケット」の総合カタログみたいな、そのブースの出展されたであろうその作家さんの商売のカタログを書きました。まあ単行本というわけでもなく、コミックっていうわけでもなく、あでもカタログのコミックとしての、まあ、様子もこれも結構お値段意外と、まあ、するので、ちょっと今回ちょっと、まあ、もうお買い物的な感じでちょっと買ってみたんですけども、ただこちらの方が部分的にすごく読み物としてすごく、いい本で、こういった、まあ、そのファミックマーケットに関しての、まあ、連絡の方へのそのまあ、こう英語なり中国語なり、まあ、ハングルなり、まあ、こう英語表記とかも、まあ、されてますので、まあ、外国の方にもすごくまあ、コミックマーケットとはどういうものなのか、すごく分かりやすい一冊なのではないでしょうか。こういった感じで、その、まあ、コミックマーケットっていうイベント、アニメイベントに対しての、まあ、考え方みたいな感じで、ちょこっとこういうコラムとかもあったりします。まあ、こちらがコミックマーケットのカタログのご紹介でした。カメラの尺の関係でもう少しいろいろお話ししたいんですけども、まあ、その最後はこれで、まあ、最近自分が書いた作品のご紹介で終わりたいと思います。最近はイラストはちょっとしか描けてはいないんですけども、まあ、イラストっていうかちょっとまあペンをいろいろまあ、ったりとかしたっていう関係で、まあ、そういった感じの絵を描いていました。まあ、その人物の練習ということも、まあ、描いてみたりで、ちょっとまあ、本を見ながら、こういう、まあ、フリルの描き方をちょっと描いてみたりとか。あとはこういうそのコピックの練習で、
ちょっと人物的なその塗り方をちょっと書いてみたりとか、ちょっとまあそのオリジナル作品で。こういう感じで、そのこちらもまあコピックで、コピックと、まあ、そのプロペン、あ、棒ペンで書いて、まあ、ちょっと水面の表情を描きたくて描きました。あとはそれぐらいでしょうか。あとはまあその第2バージョンで、まあ、こういう人物絵とか、まあこういった男性像をちょっと描いてみたりとか、まああくまで人物画の練習として描いたりとか、あ、そうですね。色鉛筆とペンを組み合わせると、まあ、どういうそのイラストの印象になるのかっていうのを試してみたくて、まあ、まあ、これにちょっと書いてるんですけども、まあ、主線は、まあ、普通のサインペンみたいなペンとか、まあ、万年筆帳のペンを使ったらこういう感じに書いたり、まあ、それで色鉛筆で書いたらどういう印象になるのかって、まあ、それぞれ違いが、まあ、出てると思うんですけども、まあ、こういった感じの練習にも変えてみたり、まあ、最近はこういった感じでぐらいでしかちょっとまあ作品変えてなかったりとかまあするんですけども、まあ今年はコミックマーケットがちょっと開催されないということで、まあぜひ皆様ご自身のエアコミキを過ごしていただけたらと思います。あとそうですね、イラストをまあ、先ほどご紹介したんですけども、過去に、まあ、リアルでそのコミックマーケットをこうテーマにした自分のそのコミック。まあ練習も兼ねてこれだいぶ昔に書いたんですけども。でしょうか。こんな感じで描いたり、こんな感じの漫画を昔描いてたりとかしました。まあ他もし動画でご紹介できればまたご紹介したいと思います。またぜひご覧いただけたらと思います。それでは長々となりました。本当に皆様、いい夏を、お盆を